皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は公立高校と私立高校の違いについてお話しします。公立高校というのは都道府県とか市町村、こういう地方自治体が運営している学校のことで、私立高校と比較して在学中にかかるお金が安くて済むと、こういうところが魅力です。そして指導員の公立高校の入試学力検査、これいわゆるテストですけど、これは主要5科目ね、それから公立高校は同一問題を解きます。5科目というのは国数英理社の5科目 で、同一問題というのは、例えばここは進学校だから難しい問題とかね、ここは中くらいのレベルの学校だからまた別の問題とか、そういうことはなくて、全ての公立高校レベルに関係なく同じ問題を同じ日に解くと、こういう形になっています。それに対して私立高校は学校法人という民間が経営する学校のことで、それぞれ独自の魅力を持っています。この学校は英語に強いとか、この学校は大学高レベルの高い大学に進学しているとかね、いろいろ魅力を出しているわけですね。で、入試は英数国の3科目の学校と公立高校と同じ5科目ね、この学校があります。ただしこの入試の形式とか難易度っていうのは学校によって大きく異なるので、それぞれの学校別の入試対策が必要になってきます、ね、公立と同じような勉強の方法だと私立高校第一志望にしている人は、やっぱり勉強の方法が違っているので落ちることがあるかもしれません、ね、だから学校の形式にあった、例えばマークシートの学校の時、普通の書く、ね、問題の解き方やったらダメですよね。だから形式とどんなレベルの問題を解くのかというのは、学校別のね、過去問があるので、それで対策するといいと思います。さらに県内私立高校のほとんどが内申点によるボーダーラインを設けています。うちの学校を受験する生徒は内申点がいくつ以上にしてほしいという、このようなボーダーを設けているんですね。このことも意識しておくといいと思います。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。